演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマート幹部3種類を食べたいと思います。またジャスミン香るスプレサンド、スイーツモンスターのもっちりプリンクレープ、またクレープね、ダブルチーズ大福、どれも美味しそうですね。ではこのジャスミン香るスプレサンドから食べてみます。ジャスミンがお茶以外ですということで、結構珍しい気がしますね。どうですか、お茶でなくても眠りを誘ってくれるのかな。まあ寝ちゃダメなんですけどね、今からどう、なんかハンバーガーみたいな、そんな感じです。これ中割るのは難しいですね。クリーマーです、ね、ではいただきます。あれ、眠気を誘う薬と言われるけど、これはむしろ目が覚めますね。いや、まあ今の時間ならその方がいいんですけど。次はこちら、ダブルチーズケーキ大福で、ケーキなのか大福なのかどっちなんでしょうね。はい、まず見た目は大福ですね、当然ですけど、なんか思った感じは結構中がびっしり詰まってる感じです。結構重量感ありますね。ではいただきます。ダブルって書いてあるけど、ほぼシングルになっちゃってるような、そんな気がしますね。ちょっと思ってたのと違うかな。ラストはスイーツモンスターのもっちりクレープ。この生地ほんと外れがないかな。中身は今回どうなってるの。なんか、まあ、こんな感じですね。ちょっとプリンが硬い形に作られているタイプなので、これ以上やると落ちてきますね。ではもうこのままいただきます。プリン、このプリン甘いだけじゃないんですね。ほんのり苦味もある。あとはもうちょっと濃かったらよかったかな。最初に食べたジャスミンティーのスフレサンドは、ジャスミンティーの香りがしっかり生地から感じられました、ね、スフレなのでシュワッととろけるのかなと思ったんですが、案外食感がしっかり感じられて、クリームもさっぱりしていて美味しかったです。あとジャスミンティーのソースがなんかもかかってたのかな。生地とはまた違った香りかな。食べるじゃなくて飲む以外のジャスミンティーをしっかり堪能することができて美味しかったので、こちらのペースとさせていただきます。眠らないようにしないと。そしてこちらのダブルチーズケーキ大福は、どうなんだろうな、確かにベイクのチーズケーキの食感を感じることができますが、レアチーズがちょっと弱かったですね。レアチーズ、あれどこにあるんだろうってちょっと思えてしまう部分がありましたので、それがちょっと残念です。でもチーズの味を感じることができたのはとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。お餅とチーズよく合いますね。そして最後に食べたこちらもっちりプリンクレープは、でこれまで動画スイーツモンスターシリーズ、ね、伝統のっていうほどでまだ歴史ないかもしれません。弾力あるクレープ生地の中からカラメルの効いた苦めのプリンが入っています。甘いだけじゃない苦さもしっかり感じられるプリンとしてのバランスは非常にいいクレープでした。ただもうちょっと卵の風味があってもよかったかなと思いましたので、こちらを点数とさせていただきます。今回も美味しくいただくことができました。それでは新年でシンデレラなり、あの人は誰かと結ばれたんでしょうね、きっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞